じゃあ11レース一条戦1着になりました。京都の山田選手です。1着おめでとうございます。よいしょ。本日は、まあ、枠順通りの並びで、まあ、切って切っての先行になりましたけども、作戦通りっていう感じですかね。まあある程度は作戦通りじゃないですかね、はい。まあ、矢野選手がハイペースで踏んでいる中、筒選手が無理やり仕掛けた、まあ、こういった感じでしたけど、あの辺りっていうのは追走していてどうだったでしょうか。あ、まあ結構あ、まあ、前踏んでるなって感じでしたけど、まあ、岸君強いんで、まあ、出れるかなって思ってました、はい。まあ、最後はやっぱり地元で1着っていうので少し早めになったかどうかちょっとあれですけども。そうですね、ちょっとそそ気で僕もバック踏み切れなかったんで、まあ、ある程度回してもらったんですけど、まあ、岸君も4着残ってくれたんで良かったです、はい。まあ、回収前の最後の開催ということで、レース中もインタビューの時もすごいお客さんの歓声でしたけども、どうですか。そうですね、あのすごいあのめったに僕に歓声ないんで、はい、嬉しかったです、はい。まあ、やっぱり昨年のリベンジっていうのが一番今回戦は強いですか。そうですね、あの去年の決勝はかなり悔しかったんで、はい、もうそのリベンジというか今回は優勝する気持ちで来たんで、はい。もう状態はバッチリですか。そうですね、まあ、バッチリかはちょっと分かんないですけど、まあ、できる限りの仕上げ方をしてきたんで、はい、自信持って走れてますね、はい。分かりました。ではこの後2次予選スルーパーに向けて意気込みを最後にお願いします。まあ、とりあえずあの優勝目指して頑張ります。